新古典主義建築は、18世紀後期に、啓蒙思想や革命精神を背景として、フランスで起こった建築様式。ロココ芸術の過剰な装飾性や、軽薄さに対する反動として、荘厳さや数工尾を備えた建築が模索されたが、やがて19世紀の歴史主義、様式乱用の中に埋没した。パンテオン単なる古代の復興にとどまらず、 当時の政治状況とも関連していた。ルイ15世の時代を中心に展開した、ロココ様式の官能性や通俗性に対し、論理的で厳粛な、啓蒙的性格を持つ様式に置き換えようとする動きが広がっていった。その後、革命運動を経て、フランスとアメリカに共和国が樹立されると、古代ギリシャや共和政時代の古代ローマ民主主義との結びつきから、 新政府の指導者たちは公式の美術として新古典主義を採用した。しかしナポレオンがフランスで権力の座に就くとこの様式はナポレオンの宣伝効果を上げるためのものに変質する。また、ロマン主義の台頭に伴い個人的な表現に対する好みが固定的な理想的価値観に基づく美術にとって変わることになった。新古典主義という名称は その格式バッタ様式に対する別称として19世紀に考案された呼び方である。また、ナチスやファシスト等において国家的モニュメントに新古典主義が採用されたため、その歴史的意義について否定的な見方をされることもある。しかし、18世紀にこの様式が没効した当初は、真の様式と呼ばれ、古代、または資源に存在したとされる真理を再生。 復興することを目的とした画期的な建築運動であった。美を具現する唯一の様式として、イギリス、ドイツ諸国に波及したという意味で一種の普遍性があり、その建築思想は、モダニズム建築にも受け継がれている。サンシュルピス教会正面新古典主義は、18世紀中頃のフランスにおいて、急速に成熟したが、基本となる建築形態や理念は、クロードペローや、 ジャンルイド・コルドモはといった前世紀のフランスの建築家、建築理論家たちによって、すでに用意されていた。その方がは、1732年に設計協議が行われた、パリのサンシュルピス教会ファサードに現れている。しばしば全新古典主義と評される。このファサードは、序盤にニッコロ・セルバンドーニによって設計された。工事の進捗状況が遅かったため、彼は当初計画した。 平凡なバロック様式のデザインを変更し続け、水平のラインを直線的な構成でまとめ上げた。塔の間には巨大な破風があったが、1770年の光なりによって取り外され、最終的に水平と垂直のラインが強調されたギリシア神殿を思わせるファサードが完成した。建築資論第2版の口へ原始の小屋新古典主義の最初の転換点となったのは、 1753年に刊行されたマルク・アントワーヌ・ロジエの著作、建築史論である。ロージエは建築の原始的形態にまで遡り、柱、梁、破風の要素のみで構成された建築が真の古典建築の規範であると考えた。ビトル・ウィウスの理論が建築各部の意味をギリシア建築に由来するものとして解説しているのに、対し、ロジエのそれは、 あらゆる文明の発祥に適用するとのできる状態にまで還元したものである。もっとも、これは想像上の起源に過ぎず、実証性に関しては無担保であったのだが、城はすぐ各国語に翻訳され、ヨーロッパの建築思想に大きな影響を与えた。ジャック・ジェルメンスフロは、1755年に計画されたパリのサントジュヌビエーブ教会堂で、老ジへの理想を最初に実現した。 全体構成は、ロージェの考え方に沿ってはいるが、スフロ自身は、様式の問題よりもむしろゴシック建築などの構造的問題に関心を持っており、様式については曖昧で折衷的な部分もあったので、この建築は、あまり厳格に、ロジェの理念を反映しているわけではない。事実、ロージェはドームを支えるピアノフ柱を、バロック的衣装として非難しているし、 スフロの衣装は継承されることがなかった。エトワール外専門新古典主義の潮流は、オデオン座の設計者、マリ・ジョゼフ・ペールとシャルド・バイ、ボルドー劇場のビクトール・ルイ、バガテルのフランソワ・ジョゼフ・ベランジェ、エトワール外専門を設計した、ジャン・フランソワ・テレーズ・シャルグランラによって引き継がれた。彼らには、革命的な建築運動に携わっているという自負があり、 建築によって社会が完全に刷新することを信じた。彼らに共通する要素は、厳格な立方体のシルエット、直線的な構成、半円のドーム、コリント式やヨニア式よりも、ドーリア式とトスカナ式のオーダーを好んだことである。中でも、ジャック・フランソワブロンデルの弟子、エティエンヌ・ルイブーレイとクロード・ニコラルドゥは最も、革新的であり、絶大な影響力を持った。 いわゆる原始の建築家として知られるブーレイは建築教師として活躍し、実作はパリのアレクサンドル帝のほか少数が知られるのみである。彼のデザインしたサントジュヌビエーブを巨大化させたような大教会、ピラミッド型の霊廟、長巨大ボールトに覆われた国立図書館、そしてニュートン記念堂などの巨大建築の計画案は対称性が重視され、 球体などの幾何学的マッスが強調された、崇高なものであった。彼の影響は、ピエール・フランソワ・レオナール・フォンテーヌの大帝国の、君主たちの記念碑や、アントワーヌ・ロラント・マ・ボドワイへのコスリタンの家などに見ることができる。ブーレートは、対照的に、ルドゥーは、建築実務を好み、理想的な建築よりはむしろ実用的な建築のデザインを行った。 幾何学的形態を複雑に組み合わせた彼の建築は奇妙かつ散漫であり、入試完全盲、章の製塩工場とそこに計画された理想都市の建築、皇太子の資料小屋などは未熟な建築とみなされたが、すべてにおいて独特の力強さを持っている。マドレーヌ・ジー・インブルボン宮殿フランス革命とそれに、続く時代はフランスの建築活動を著しく衰退させた。 ナポレオンは大規模なプロジェクトを積極的に推進したが、すでに新古典主義は、その躍動的なエネルギーを失っていたと言える。1807年に完成したアレクサンドル・ピエール、ビニョンによるマドレーヌ・ジーニア、ベルナール・ポワイエによって1808年に竣工したブルボン宮殿のコリント式列柱を持つファサードは、古代ローマ建築の単なる模倣に過ぎない。シャルル・ペルシエとフォンテーヌは、 同時代の優れた建築家であり、1799年に皇后・ジョゼフィーヌのために改装したマルメゾン城では、後にアンピール様式と呼ばれる対比を強調した歯切れの良いデザインを表現したが、全体としては主にリネサンス建築からの着想を織り混ぜた折衷様式である。彼らはナポレオンの命により、1801年にはチュイルリー宮殿の工事を行い、 これとルーブル宮殿をつなぐ連絡路を計画した。1808年にはルーブル宮殿の内装工事に着手している。これらアンピール様式のデザインはいずれも新古典主義建築の新たな展開にはなり得ていないが、新古典主義の最盛期とみなされている。ルーブル宮殿、ナポレオンの出脚後、大型プロジェクトは失効し建築活動は再び低迷した。 この時期の新古典主義建築において主導的な役割を果たしたのは疑いなくベルリンのフリードリッヒ・ジリーであってフランスでは美術アカデミー書記長であったキャトルメールド・カンシーが建築を指導していたがそれほど重要な動向はなかったカンシーは実際の芸術活動においては優れた作品を残すことはなくギリシア芸術を理想としながら好みは疑いなく 古代ローマのものであった。ルイピエール・バルタールのリヨン裁判所やルイ・イポリトルはニヨルノ・オートルダム・ドロレット教会などは、監視主導によるコンクールで選ばれたものである。革命以後、すでに新古典主義は唯一絶対の建築様式ではなく、建築家たちは、自らの建築様式に対して、次第に多様なアプローチを取り始めた。ジャック・イニャス・イトルフは、ギリシア建築は、 カビな彩色が施されたことを主張し、シャンゼリゼに彩色を施したパノラマ館と冬のサーカス館をデザインした。1830年に寄稿したサンバンサンド、ポール教会は彼の主要作品である。その外観は迫力に欠け、正規がないが、内部空間はギリシア建築が華やかなものであったとする彼の持論を見事に具現している。しかし、 そこに新古典主義の理念を見出すことはもはや困難である。大英博物館、ブロンデルの下で建築を学んだウィリアム・チェンバーズは、イギリスの建築家としては、最も早く新古典主義の様式に接し得た人物であるが、彼はこの建築様式から常に距離を置いた。新古典主義の神的なデザインは、イギリスの建築的伝統に沿わず、接中的な様式が好まれたからである。 イギリスでは、新古典主義とはいくつか、ある現象のうちの一つに過ぎなかった。当時最も影響力のあったロバート・アダムや、ジェームズ・ワイアットも、新古典主義のモティーフやパンラービオ主義、ピクチャリスクの概念を散りばめた様式の創造に、専念した。チェンバーズの弟子ジェームズ・バンドン、トマス・クーリーらは、新古典主義の要素を、比較的率直に表現したが、彼らの拠点は、 アイルランドであった。イングランドでは、ジェームズ・スチュアートらによるグリークリバイバルが起こりつつあったが、ジョージ・ダンス、そしてジョンソーンという建築家によって、新古典主義は結局のところローマン主義的に処理された。彼らは新古典主義建築やゴシック建築など、様々な異質な要素を再構成し、独創的な空間を作り上げた。 ブランデンブルクモンドイツの新古典主義はグリークリバイバルによってもたらされた。ハインリッヒ・ゲンツ、カール・ゴット・ハルト、ラング・ハンス、トマス・ハリスンといったドイツ初期の新古典主義建築家たちはおそらくジュリアン・ダビットル・ロアのギリシアの最も美しい記念碑の廃墟に見せられギリシア通り屋敷オーダーを用いた建築を設計した。 フリードリッヒジュリーがベルリンのフリードリッヒ大王記念碑の設計協議において提出した計画案も道理屋式オーダーを用い、荘厳なギリシアの道理屋式神殿を思わせる。フリードリッヒの記念碑建設はドイツの民族意識の高用の結果であり、いわば国家権威と新古典主義の記念的性格の結びつきを示している。 小高い丘の上に立つギリシア神殿の権威的イメージは当時の国家権力にとって大変魅力的なものだった。レオフォン・クレンツェ設計によるバイエルンのバルハラはその理想的光景である。シンケルの幾何学的で端性なデザインはモダニズムの建築家にも影響を与えた。19世紀には新古典主義は世紀のない冷徹な古代の復興と思われたが実際には 古代建築に内在する美、すなわち真理を探求し、諸芸術の真の復活を意図した躍動的な運動であった。この建築様式を支えたのは、啓蒙思想家たちによる合理的施策と、ロココに表現される軽薄な旧体制に対抗する道徳的関連である。フランスにおける建築の合理的解釈は、ペローにおいては、 遺跡の測量やルネサンスの建築論を比較して、オーダーなどの建築比例が決して宇宙的秩序を具現したものではないという見解を示し、これどもはにおいては、ゴシック建築の構造的側面に着目し、荷重を支持する垂直と水平のラインの強調という特質が古典主義建築の文法によって説明できることを示した。すなわち、ルネサンス以降、 自命的とされた前提に対して根本的な問題を提起するものであった。ロジエの建築士論はこれらのフランス合理主義の結節点となった。それは原子の小屋という建築の根源的形態と考えられた柱、梁、破風を重視し他の要素を付属物とみなすことであった。また、これどもはと同じくゴシック建築の構造的な合理性に言及し、 その手法がこれからの建築に表現されなければならないとされた。1765年に発行された建築に関する政策では、1、1の比例を最も美しいものと考え、正方形を最良の図形と定義している。建築に関する政策はあまりにも頓強なものと評価されたが、建築史論は各国で読まれ、初期の新古典主義建築は、あえて言えば、 思論を積極的に肯定するものであるか、または批判するものかのいずれかであると言うる。建築の構造原理は、実験と数学的計算によって求められるべきものという、スフロと経験則を重んじるピエール・パッドの間で議論が交わされた。しかし、両者ともに構造理論を説明するために用いたサンプルは、ゴシック建築であった。彼らや、あるいはカルロロードリといった、 理論家たちの構造理論は非常に重要なものであったが、ローマ建築にしろギリシア建築にしろ彫刻的なものだと評価した当時の建築家たちはあまりこれらの理論を好まなかった。ところが以降、建築の構造原理が重要さを増してくるにつれ、ゴシック建築は構造を表出した正直な建築とみなされるようになり、ゴシックリバイバル運動の勃興の契機となった。 新古典主義の目的の一つは、原始的な純粋さ、単純さへの純化的な回帰によって、真の美を表現することにあった。このため、ローマ、ギリシア、エジプトのほか、インドや中国の建築に関する考古学的文献、実測図面が要求された。これら各地の建築物から、普遍的な建築形態を抽出しようとしたのである。また、 1745年に刊行されたリチャード・ポコックの東方と他の諸国の解説を契機としてリチャード・ドルトンによるギリシアとエジプトの古代建築ジュリアン・ダビット・ルロアのギリシアの最も美しい記念碑の廃墟などギリシア建築の詳細な図版集が発行された中でも最も重要なものはルロアの著作に対抗する形で出版されたジェームズ・スチュアートとニコラス・レベットによる アテネの古代遺跡である。遺跡の測量と記録の時期、そしてその正確さにおいてもルロアに先んじた著作で、グリークリバイバルの流行に寄与した。18世紀のギリシア建築の発見は、それまでごく一部の人々にしか知られていなかった、ローマよりも古い建築物をヨーロッパにもたらした。よりプリミティブな建築は、ローマ建築か、ギリシア建築か、といった問題に関して、 ローマの建築と奏霊についてを出版した、ジョバンニ・バッティスタ・ピラネージや、ウィリアム・チェンバーズ、ジェームズ・ペインらのローマ建築用語派と、トーマス・ブラックウェイル、ルロワ、ジェームズ・スチュアートたちギリシア建築用語派との間で、激論が交わされた。この論争によって、ギリシア建築に評価が与えられた結果、グリーク・リバイバルというギリシア様式の導入が、保証された。18世紀。 ギリシア建築ほどのインパクトはもたらさなかったものの、エジプト、インド、そして中国建築までもが、建築的思考の対象となった。しかし、各時代、各地域の建築に関する情報が集積され、研究されるに従って、ルネザンス以降信じられたオーダーに内在する、絶対的な美や、古代に存在した純粋性などというものの存在は、むしろ否定され、建築人は、 私的で相対的なものに過ぎないと考えられるようになった。ガブリエル・ピエール・マル・タンデュランは修正比較でロジェの原始的小屋の構成が建築の基範であるとする概念を否定し、ビルディングタイプごとに歴史上の建築を並列配置した。デザインの基本原理は単純化された幾何学、すなわち規則正しいグリッドパターンと対称性に還元された。このため、 19世紀には、個々の建築に、各時代の様式が、恣意的に選択されるようになり、ネオルネサンス、ネオバロック、ゴシックリバイバルといった様式の反乱期を迎えることになった。しかし、最終的には新古典主義の絶対性そのものを否定したものの、建築形態の抽象化や、理念によって建築を構築するといった手法は、近代建築に継承されている。 ネクルズビル。ありがとうございます。